単線の線路金温泉単線とは、鉄道用語で相対する方向への列車を一つの線路のみで運行する区間のことを言う。最低限の設備で列車の運行ができるため、列車の本数の少ない路線では広く利用されている。列車の行き違いは、駅や信号上に設けられた交換設備を使って行う。相対する列車が同じ線路を通るため、 まさしく列車の運行を制御しないと正面衝突の危険性がある。そのため手術の閉塞方式により確実に1、閉塞区間に1列車のみを保証する必要がある。鉄道黎明期鉄道の黎明期には狭い範囲で円形に軌道を付設し有料で乗車させる、現在でいうところの遊園地のアトラクションに近いものが存在した。これは同じところを回るだけのため単線で済んだ。 都市間鉄道においては、鉄道黎明期は列車本数が一日数本というところもあったため、単線軌道のみを付設し、反対方向への相対する列車は、交換駅などに伏線区間を設けそこで列車交換をさせていた。列車本数が増すにつれて、行き違いが多く必要になってくるため、交換駅以外も伏線にされるようになった。鉄道車用軌道路よび自動車が普及するに従い、 伏線の軌道が付設されている路線においても、鉄道輸送及び列車本数が減少した路線では、軌道が単線化される例が存在する。その場合は、列車交換のため交換駅として、部分的に伏線区間は残される。例伏線準備当初は、単線の軌道のみ付設し、後年の伏線化に対応させるために、 複線の軌道が付設できるように土地が確保されている例が存在する。その場合は列車交換は交換駅または信号場といった交換設備を設けて行う。例災害複線で付設された軌道が災害などにより使用不能となり復旧費用節減のために単線化されたもの。列車密度や収益性など重要性の高い場合は 伏線で復旧される場合もある。例土地の年出道路整備や鉄道建設に伴い土地を確保するために既存の伏線路線が単線化される例が存在する。霊不要普及線日本において太平洋戦争中の金属類回収例によって伏線のうち一線を撤去し単線化されたもの。 例暫定的な単線地下鉄やモノレールなどのように構造条件接後に変更が効きにくい路線では暫定的に延伸した終着駅に渡り線が設置できない場合があり直近の渡り線が設置された駅から終着駅までが単線並列または単線となる例が存在する例また複線を有する路線の高架化などの工事の際に仮線を作る土地を節約するため 列車の運行に支障が出ない場合に、限り一時的に路線を単線化させる例が存在する。例保有車両が一編成のみの運行一編成の車両を往復させるのみで、列車交換が不要の場合は単線でも問題ない。一方向のみの運行様々な理由で一方向のみで運行される場合は、当然単線でも問題ない。一方向のみの環状路線の例末端部が、 ループ線になっている路線の例、神戸ポートライナー、山間ゆうかりが丘線など、上下線で異なる場所を経由する路線の例、ありがとうございます。